3日土曜日の夜から4日日曜日の明け方にかけて月齢16の満月過ぎの月と火星が接近して見えます。3日後ですね、地球と最接近する火星はマイナス 2.5等級と非常に明るく輝いていて、丸く白い月と赤っぽい火星が一晩中並んで見えます。視直径は約23秒角となり、天体望遠鏡での観察も楽しめそうです。3日後の地球最接近と比べて明るさも大きさもほとんど変わらないので、天体観測などの機会があればぜひ望遠鏡で火星を眺めてみてください。次回の接近は10月29日木曜日から30日の金曜日となります。そして今年の10月はブルームーンが楽しめます。10月は先日2日金曜日の6時5分頃に満月を迎えまして、次は31日の土曜日23時49分頃に満月を迎えます。今月のように一月のうちに満月が2回あるとき、2回目の満月をブルームーンと呼ぶことがあります。また現在ご覧いただいていますアメリカの先住民が名付ける満月の名前なんですが、9月の満月の日と10月の満月の日で秋分の日に近い方がハーベストムーン、収穫月となります。2日金曜日の満月は2020年は秋分の日に近いためハーベストムーン、収穫月、そして31日土曜日の満月はハンターズムーンと呼びます。次回の満月もぜひ空を見上げて月を楽しんでみてはいかがでしょうか。